ララララランドセルはフェ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 ニックスの羽。皆さん、おばんです。フェニックス、高木です。今回、支払いに5万円が足りなく払えないため、兄に貸してもらえないか交渉しに行ってきます。貸してけろー、貸してけろー。訴えられるって、いや、ないって言ってんの。あるわけないでしょ。ねえ、なんかここないないから、俺だって困ってんだっつうの。何考えてんの、あんた。あ、私だって自由にいけないよ、お金あるわけないよ、お前に手に貸してほしいんだ。いや、本当お願い、本当お願いって言ったらないのがないんだっていうの。お前未来何千万あると思ったら、お前じゃない、バカだよ。お前にいくら返せると思ってんの。そうだよ、よくそういう言えるね、貸してってお金のないとこに。こっちは何も食べないで、ご飯も買え、米も買えないで我慢してるのに、あんたに私が借りたいぐらいだよ。うん、ゆうちのドラメ貸してでねえもんな。いついつに返すって借用書でも書いて、そしてちゃんと返すんだろ。まだしもくれっていうのが脅して取ってるようなものの人から、それでも誰も貸す、あっても貸さねえわ。うちは本当にもうなくなって困ってる。いや、もう本当にお金ない、もう限界だよ。限界超えてるよ、生活できてねえんだから。いや、今日本当に必要なんだ。だからないんだって。俺兄ちゃん本当ないよ、もう。しかも腰とか痛くて病院とか行って、病院代かかってるからないんだって、お金。本当訴えられるって。訴えられれば言われたって。俺ないもの貸せないってでしょ。分かんないの、そんなの。脅したって何したってないよ。お前自分のことをなんで人に押し付けるんそれ。いや、じゃあ本当に借りれないからしに行こうでしょ。借りる仕事だって今もう。いや、仕事終わったって。嫌だっての。借りないっての。借りれないっての。いや、本当に借りれないかやってる。借りれないっての。何が本当に借りれないってんだよ。返せないよ、無理だっつってるでしょ。じゃあ一緒にアコミ行こう。無理だって、行かないっての。何、どこ行こうって。どこに行こうって。アコムだって急に言うと。アコじゃない、アコム。お前にそれ払ったら俺ら暮らしていけねえんだもの。いや、もともとでもそれなくても暮らしてたでしょ。何も暮らしてないよ、あった。いや、じゃあなんで何年も、じゃあ父さん働いてなかったんですか。それ気づくのもっと遅いんじゃないの。そんな人のこと言えないと。いや、人のこと言えない。そう言ってくるからでしょ。お前のその話の仕方がな、うん、おかしいんだ、ずらして。じゃあ言ってることがおかしいからさ。それをお前の方が全然いいけど、俺はもう出せないからね。いや、出してもらうかも。無理だ、なんだ、出してもらうって。どういう考えなのか、無理だってでしょ。どういう考えなのか分かんないで、自分で金使ってて、うん、普通の人は金使っててもちゃんと返してるから。何にも分かんないで言われたくないんだって、マジで。何それ、切れてんのさ。何も、おっと、言ってって。無理だから。無理だって、ないっての。いやいや。無理だって、いやいやじゃないっての。もう、どうどけよ。消えろっての。何が行くんだから。何やってんのよ。
言ってんだってもお前ないってんの何なのどけてやれってぐらいでいいし何なのお前ないってるでしょどけなさいってお前何考えてごまかしてる貸せないって言ってるでしょなんと言ったって無理だっつうのある時貸してくれてるでしょ言ったお前何返してるんだからそれ無理だっつうの彼なくなるの当たり前の話だよコツ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 貯めて何年か毎月3万だって払ってんだから払ってもらってその人間が嬉しいんだからどうならんのどけってのどけてやれ会社もくれるべや。うん。どけてやれって。あんたって無理だから。何？帰ってきたって何だよ、帰ってもらう。帰ってもらうじゃないっつうの。無理だっつうのよ。無理だから。何無理だから。無理だっつってんの何回言ってる いやいやだねって思うのお前仕事場行ってるから何言ってんのふざけんなもんどうしたの何考えてんのそのために来たのかうちになんかお金にしてもないよアニに交渉しに行った結果なんと貸して作れましたこれで支払いができますありがとうございますやはり持つべきはアニー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 